どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、まだまだ終わらない 20% キャッシュバックキャンペーンというね、今回紹介させていただこうと思っておりまして、三菱 UFJ ニコスが2月1日からね始めた 20% キャッシュバックキャンペーンをね紹介していきたいと思います。で、まあサムネイルにもね入れてる通り、まあ、auPAY が2月10日からキャンペーンで 20% キャッシュバックキャンペーン始めますんで、まあ、そちらでね併用することもできますんで、最大はですね一応 40% までね、まあ、上げることができますんで、三井住友クレジットカードが、まあ、2月3日からね新しいキャンペーンをやって、まあ、それも 20% キャッシュバックキャンペーンなんで、まあ、どちらをね、まあ、利用していただいてもいいと思うんですけども、三井住友クレジットカードはね2月3日からということで、こちらの方はね2月1日からもう始まっておりますんで、まあちょっとねこっちの方がちょっと早いんでね、まあ早く発行したいっていう方はね、まあ、こちら、まあ、利用することをお勧めしております。で、キャンペーン内容ね入っていきたいと思うんですけども、まずね期間が2020年2月1日から6月の30日までのキャンペーンということで、まあ、かなり長期間のキャンペーンなんですよね。で、入会してからまあ2ヶ月末までの利用がまあ 20% キャッシュバックということなんで、まあ、今ね2月なんで、まあ、今入会すると、まあ、4月の終わりまでの、期間がまあ 20% 対象っていう感じになるんですよね。最大がまあ1万円分ということですんで、まあ、対象支払い金額は5万円っていう風になるんですけども、このね期間の長さやっぱすごいですよね。2月1日から6月30日までなんで、まあ、今ね入っても2ヶ月間 20% ね、キャッシュバック受けられますし、まあ、これが、6月の終わりに入ってもね20% キャッシュバック受けられますんで、まあ、期間が長いっていうのはすごいいいですよね。まあ、私もねこの 20% キャッシュバックキャンペーンを、まあ、できるだけねずっとまあ利用させていただきたいなと思ってまして、まあ、その生活費とかね、まあ、いろんな費用をまあできるだけ 20% ね抑えて、利用させていただいてますんで、この長期間やっていただけるっていうのはねやっぱりありがたいですよね。で条件なんですけども、入会してから、会員専用のウェブサービスの、登録で利用っていう感じなんですよね。まあ、このウェブサービス、専用ウェブサービスの ID 登録っていうのはですね、まあ、書き留めで、まあ、基本的に来ると思うんですけども、まあ、そちらのね中のね封筒に一緒に入ってるみたいなんで、まあ、そんなにね難しいものではないと思うんですけども、まあ、私もねちょっとまだ現物をね見てないんで何とも言えない部分であるんですけども、まあ公式サイトを見るとね、まあ、そんな難しいようなことは書いてないんで、まあ大丈夫だと思います。で、このキャンペーンのね対象、不要時期なんですけども、入会してから2ヶ月間の、利用金額がまあ 20% キャッシュバックされて、反映までにね半年ぐらいかかるんですよね。ですんで、まあ、2月で今ね入会すると大体8月の下旬ぐらいにまあ付与されるっていう感じなんですよね。でねこれ長いじゃないですか、期間が付与されるまでね。ですので気をつけてくださいね。まあ、その間に解約とかねしないようにしといていただけたらなと思いますんで、もらえなくなったりしてしまってもね、まあ、何のために作ったんだかよくわかんない感じになってしまいますんで、その点だけはね気をつけていただきたいと思います。で、次にね、注意事項いきたいと思うんですけども、対象カードは、こちらねどっちかにちょっと出しておきますけども、ビアソカード、MUFG カード、スマート、FUMG カード、ゴールド、FUMG カード、ゴールドステージ、アメリカンエクスプレスカード、MUFG カード、プラチナ、アメリカンエクスプレスカードということで、まあ、一番下の段をね、見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、左から言うとはね、まあ、全て年会費、初年度無料なんですよね。まあ、一番左に関してはもうずっと無料っていうことですんで、まあ、わざとね年会費を払わなくてもいいかなと思いますんで、まあ、こちらの左の4つからね、まあ、選んでいただいて、まあ、1年間ね初年度年会費無料のカードをね、まあ、1年間利用してみて、まあ、その後はね、まあ、検討していただけたらなと思います。で、次にですね対象外の、キャンペーン対象外がありまして、ビジネスカードプラスコーポレートカード、
あと、1年以内にね退会された方はね今回、対象外となっていますんで、その点も注意してくださいね。まあ、1年以上経たれている方は、再度入会してもキャンペーン対象となるそうなんで、まあ、そちら大丈夫だと思うんですけども、まあ、1年以内にね退会された方は対象外っていうのはね覚えておいていただきたいのと、あとねカードデザインとかブランドを変更して新規発行とかね、複数枚発行した場合はですね、まずカードデザインやブランドを変更しても、対象外となります。で、あとね複数枚入会した場合、それも複数枚発行した場合は、入会日が早いカードが今回のこのキャンペーン対象っていうことですんで、それ以外のカードはね対象になりませんので、その点はね注意していただきたいなと思います。今回のねこのキャンペーンなんですけども、ビアソカードっていう、先ほどね対象カードの一番左の年会費無料のクレジットカードがありましたよね。実はねあの案件だけ今ポイントサイトに案件出てるんですよね。で、2月1日からこのキャンペーン始まってかなりね応募殺到していると思いますんで、もしねあのクレジットカード発行されるのであれば、ぜひねライフメディアのポイントサイトをね、まあ、通して、まあ、発行をお勧めしてるんですけども、案件自体がね、まあ、結構いつまで持つかわからないんで、まあ、私もね先ほど発行完了したんですけども、もしかしたらね結構すぐ終わってしまうかもしれないんで、もしね利用されたいっていう方はね、まあ、早めな決断をしていただけたらなと思います。まあ、こちらねクレジットカードを発行して、翌月の末日までに、5000円以上ね、まあ、利用すればこの5500円分のポイントがね、まあ、手に入りますんで、まあ、そんなにすごい多いポイントではないんですけどもね、まあでももらえないよりかはね、もらっといた方がいいかなと思いますんで、まあ、ぜひね、発行予定の方は、まあ、検討していただきたいなと思います。で、こちらのビアソカードなんですけども、国際ブランドがね、マスターカードっていう風になってるんですよね。まあ、先日の au のね、aupay のね、20% キャッシュバックキャンペーンで、まあ、直接ね制限なく、チャージできるっていうのはアメリカンエクスプレスとマスターカードだけなんですよね。っていうことなんで、まあ、こちらのカードをね発行しておけば、まあ、ひとまずね、20% キャッシュバックがねこちらでも受けられて、まあ、aupay の方でもね、まあ、20% キャッシュバック受けられますんで、まあ、こちらね1万円までということで、対象支払い金額が5万円なんですけども、その部分だけはね40% キャッシュバックっていう風になりますんで、まあ、そういう風にね、まあ、利用してみていただけたらなと思います。さらにポイントサイトで5500円分もらえますからね、まあ、結構いいですよね。っていうので、この動画ねもし見られて狙いたいって方はね早めに、行動するようにしていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。